Hey guys, my name is Wasamon です。という道を改めまして、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクター Wasamon です。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはてっぺん第2話、キャトルの章です。2話なんですよ。2話。まあなんでかっていうとね、まあいろいろあったからまあオクラになってたわけだけれども、なんでこのタイミングなんだろうか、わかんねえ。もしかしたら内容ちょっと変わってたりするのかな、どうだろう、わかんねえ。まあまず前回のおさらい、第10話、ハラスメント。誕生日だからね、おめでたいことだから祝ってよって言ってもいいよね別に、っていう感じのお話だったから。まあでもそこでね、こうお互いにこうなかなか言えずみたいなのがあったけど、かえらしかったな。よかったじゃないの。まあ、でもね、結果としてはちゃんとこうみんなからねお祝いをしてもらえたっていうことはあったんで、よかったんじゃないかなと思いますよ。で、今回のやっと第2話になるんでね、まあしょうがねえよ、そればっかりは。まあしょうがねえけど、まあちゃんとね、でも第2話あの放送されて、配信もね、こういう風になってるから、もう早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。どういう風になるかな？キャトルって何だ？楽しみ。はい、それでは、アベマ TV で再生していきます。3、2、1、スタート。24やん。なんで牛がおる。眠い。なんか変わってた。フグ。対岸成就。ワトソン。暗殺って書いてあるな。大統領暗殺、結構内容変わってなさそうやね。そらオクラになるよ、しょうがねえ。もうマップしか書いてあるじゃん。まあそらやべえよね。しょうがねえ、こればっかりはもうどがんしょうもね。でもここで改めてヤングワイワイがメインになるっていうのはいいんじゃないかな。何話で終わるんだろうか。一周休みにはなったけんがずれ込んだりするんかね、どうだろうか、わかんねえや。まあでも秋アニメの選抜動画は出したんで、秋これ見よっかなっていうのはそっちの動画を見てください。16かな。でさっきあれなんだよね、異世界おじさんが秋のクールに入ってくるっていうのを知ったから17かな。まあでもこっから俺が見てる普段使ってる配信サイトでないやつとかもあるから、まあそれ弾いて入れ替えてっていう形もあるし、で過去アニメもねぼちぼち見ようかなと思ってるのはあるんで、よろしくお願いします。本編開始。キャトルの章7時。
トランプやん。トランプっぽい。とかし。止めてくれ。8時。納豆だ。暴走でか。丸一日暴走って何やねん。怪しい。バナナだよ。あら、九時。水戸黄門ネオン日和。それは殺しでは。いや、やべえが。ステータス。やばい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 、話が。やべえやべえ。おもてなし。ごめんなさい。あまり本物な。本当かな。やばいよ。10時だよ。大変だ。
怪しいよな。急にこんな来たら。激痩せして、そうなるよな。死んじゃう。ああ、11時、物件？なんでこんなところに。丸一日暴走でか。なんやねん、怪しいって。くの一っぽいな、すげえ。やばい、話がこじれまくるって。小学いや、5億は大金やん。たこ焼き、やばい、ダメだって。もうやばい、いろんなところに。違う違う違う、ほんとよ、もう話聞いてねえし。ここ川なんよな。なんか悪ダレと侵略者だけ今関わってねえな。アイキャッチ、ビーバード、ちゃんと言えてる。薄い恋人、悪だれ、うん、粉粉のパン。あら。褒めちぎるか。おかしいって。
おかしいって。まあそうなるよ。怪しい。まあそういう風に受け取るよね。規模が小せえ。東京タワー。財布で東京タワーって買えん。どうした？そうなんだよ。違う。違うって。こっちは買収の話してんだよな、こっちは。何もわからない。やばい、あと2時間。あ、侵略者の牛か。そんなことないよ。それで見よったんか。え、違うの？その辺にいたの？丸一日暴走でか。かぶるんじゃね？悪誰と。おい。イメージにぴったり。なんなんそれ。あれ。お、切れた。いいぞ。わかんねえ。
なんでよ。ああ、なるほど。リムジン。尾行の尾行。もう話が やべえやべえ。尾行の尾行の尾行。乳牛や。夜8時。そんな返し方あるかい。本当よ。どうやって言って。本当よ。やっと意味わかった。それで24か。嘘やろ マジかい。ならんだろ。お。24や。すまないと思っている。間違いすぎやろ。すげえな。本当か？ UFO やん。牛さんやん。はあ、ようやるわ。すげえ。すまないと思っている。丸一日暴走デカだけんが24のパロネタっていうことやったんやろ。最後の最後にやっと意味わかったわ。っていうかもう本物やん。すまないと思っている。エンディングのあの金塊ってそういうことやったんやね。あれマジか、第2話で出てきちゃったわ。おもろかったな。全員ちゃんと出てきてわちゃわちゃしとったな。面白かった。
次回は悪代官の章。なんやなんやなんや、悪誰か、また違うな、弾丸くるみちかな、どこになっただろう。いや面白かった。でも次で11話か、12話か13話か分からんけど、どっちで終わるんかね。12話かな、12話で終わりそうな気する。多分12話だろ。よかったね、でもちゃんと第2話が放送されて。いや面白かった。まあね、タイミングがタイミングだけんが、大蔵になるのはしょうがねえよ。でも面白かったよ。よかった。すまないと思っている。いや、よかったっす。ちゃんとね、面白かったよ。ありがとうございましたよ、本当。はい、もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもしておりますが、概要欄の方にリンク貼っておりますので、そちらもチェックをぜひ。ということで、てっぺん第2話、キャトルのショーでした。ありがとうございました。ならね。